こんにちは、助産師の中島です。皆さんの中には赤ちゃんが生まれた後の生活のために育児用品の準備を始められた方もいらっしゃると思います。実は育児用品の使い方によっては赤ちゃんの股関節が脱臼するリスクが高くなってしまう場合があります。股関節脱臼の治療は赤ちゃんの負担にもなりますし、発見が遅くなると治療自体も難しくなります。今回の動画では皆さんに股関節脱臼について知っていただき、予防の大切さや赤ちゃんの心地よい姿勢を知った上で育児用品を使う時の参考にしていただければと思います。ではこれらの内容を一つずつ詳しく見ていきましょう。はじめに、股関節脱臼とは赤ちゃんの股関節が脱臼してしまうことを言います。そもそも股関節は大腿骨にある丸い部分が骨盤の丸くへこんだ部分にはまることで自由に動かせる仕組みになっています。しかし骨盤のへこみが浅いと大腿骨の丸い部分が外れやすくなります。そして外れかかっている状態から完全に外れた状態に進行していきます。ではどのような原因で股関節脱臼は起こるのでしょうか。股関節脱臼の要因は2つあります。1つ目の要因は生まれ持った要素・状況です。女の子、足を伸ばした状態でお腹の中にいた、冬生まれなどリスクが高い赤ちゃんは、リスクの低い赤ちゃんと比べると同じ環境で育ったとしても脱臼になる可能性が高くなります。女の子は男の子の5から9倍股関節脱臼になりやすいと言われています。それは女の子の方が関節が柔らかいためです。また足をまっすぐに固定されていると脱臼しやすいです。そのため産後のまま産道を通って生まれてきた赤ちゃんも股関節脱臼になりやすいと言われます。冬生まれの赤ちゃんは厚手の服で足をまっすぐに固定されるのでリスクが高くなると言われています。2つ目の要因は子育てをする中で股関節の動きを制限してしまうことです。本来赤ちゃんの足は M 字になっている姿勢が良いとされています。しかし股関節や膝の関節を強く伸ばして筋肉を緊張させた姿勢を取ったままにしてしまうと股関節は外れやすい状態で長時間固定されることになります。また股関節を固定して自由に動けなくすることも気をつけたいポイントです。では股関節脱臼になるとどのような症状が現れるのでしょうか。赤ちゃんの股関節脱臼に見られる症状は3つあり、これらの症状は自宅でチェックすることができます。チェック項目を実際に見ていきましょう。まずは足の開き具合です。赤ちゃんの両膝を合わせた状態からゆっくり開いていきます。股関節は両足とも開きやすいですか。女の子では80度以上、男の子は70度以上開くのが目安です。股関節脱臼になると股関節が開きにくくなります。もし片方の足が開きにくいなどあれば小児科への受診をおすすめします。また女の子は関節が柔らかいので脱臼があっても股関節が開きやすい場合もあります。次に膝の高さです。赤ちゃんの両膝を立たせて足側から眺めます。もし片方の膝だけが低い場合にはアリス兆候と呼ばれる股関節脱臼のサインがあると判断されます。
最後に太ももの内側のシワです。脱臼した側の太もものシワは深くなったり、シワに左右差があったりします。しかし正常な時も見られることがあるので、最初に説明した2つのチェックも合わせて行ってくださいね。ご自宅でチェックしてみて気になる様子が見られた方は、出産された産院や小児科、整形外科を受診しましょう。ではどのように予防すればよいのでしょうか。予防で最も大切なのは、股関節を軽く曲げた姿勢で足を自由に動かせる状態にしておくことです。生まれた直後の股関節は骨盤のへこみが浅くて不安定な状態です。そのため生まれた直後から2ヶ月までの間、正しい姿勢でいることが大切です。赤ちゃんの股関節への対応次第で股関節脱臼は改善も悪化もしますので、注意してみてくださいね。続いて股関節脱臼の予防に関係するおむつ、衣服、抱っこ、むき癖についてもお話します。まずはおむつです。おむつを使うときにはテープをきつく締めないように注意します。指2本分ぐらいのゆとりがあると良いでしょう。テープが股関節より下に来ないように、おへそは隠れるようにしましょう。おむつ替えの際には足を持ち上げるのではなく、お尻の下に手を入れて持ち上げることを心がけます。次に衣服です。股関節脱臼の予防にはゆったりとしていて、常に足が M 字になり自由に動かせる衣服が良いでしょう。おくるみや衣服を着せるときは足が伸びた状態になるもの、縦膝になるもの、体全体を固定するようなものには注意しましょう。そして抱っこに関しては特に注意が必要です。正面から向かい合って抱っこすると股関節は自然に M 字型になります。赤ちゃんを抱っこする際には足が M 字型になっているか確認してみてくださいね。最後にむき癖についてです。むき癖は向いている方向と反対側の足が縦膝や伸びた状態になる場合があり、注意が必要です。もしも赤ちゃんにむき癖があったら、今からご紹介する3つの方法で対策してみましょう。1つ目はむき癖の反対側から話しかける方法です。2つ目は授乳をむき癖と反対側からする方法です。3つ目は体のむき癖側の頭から足先までバスタオルを体の下に挟んで少し傾ける方法です。そうすることで、むき癖に伴い正しい姿勢にならなかった赤ちゃんの足がきれいな M 字になります。むき癖は早めに対処すれば頭の変形や股関節脱臼の予防にもつながります。気になる方は小児科で相談してみてくださいね。いかがだったでしょうか。股関節脱臼は予防や早期発見、早期治療がとても重要です。ご紹介した方法を試したり、育児用品の使い方に気をつけて、股関節脱臼を予防していってくださいね。まずはこの動画で股関節脱臼について知っていただけたことを大変嬉しく思います。ではまたお会いしましょう。